い、朝ですよ。寝てる間に子供たち出てきますけど大丈夫ですね。はい、はい、どうぞ。はいよ。はいよ。チャコちゃん、ちょっとお腹見せてごらんよ。まだ少し糸残ってるね。はい、あんずちゃん、下降りよ、下、ね、トイレはやめようよ、はい、おいで、外おいで、
わかりました。お湯ですね。はい。おいで、はい、下おいで、おいで、おいで、遊ぼう、遊ぼう、うん、来た。めちゃくちゃ気にあるお友達というオカメチーノ、オカメインコだね、オカメインコのシャカシャカ鳴るだけか、そうそうそう、シャカシャカ音がするというオカメインコ型おもちゃ、購入しました。これはチャコちゃんとアンズちゃんとシオンくんが、次々破壊するためですね、買い足されたものということです。うん、シャカシャカ音が好きだっていうことが、うん、あのチュール棒、うんうんうん、で分かったので、ちょっとジャン君は昔苦手だったのでこの手は買わなかったんだけど、うん、他の子が平気好きそうなのでちょっと買ってみました。はい、これはこれでこんなやつです。もううちは一生オカメインコは買えないことになりますね。
はい、これは何、このまま投げればいいのかな。まあ、あの、いる、な、なんか、うん、あ、投げるっていうか、おとなしくしてる時に走るってことじゃないか。あ、ちゃこちゃん見た。すぐ食いついてくれてありがたいです。キッカーの羽はすぐちぎられるでしょう、うん、あ、シャンクル、シャンクル、女の来たよ。なんか柄がね、お魚のやつと、このお金に一緒に柄があって、なんかちょっとかわいそうかと思ったんだけどできればオカメインクを買いたいと言っていたマオイママですが、これを見るとヤバそうですね。そう、オカメインク、そうね、オカメインク、もうちょっと大きいのがポンちゃんに、ポンちゃんにコラって言われました。でもちょっと気になっています。さあ取りに行けるかな。ちゃこちゃん、オカメインコさん、え、エモンドは中ボスの前ですよでも大ボスは怖くないんだよね。うん、あ、やめました、うん、はい、アンズちゃん、ごはん、ちゃんもさっきやったし、お隙を見てどんどんやろう。はい、シャン君ごはん。シャン君ごはんだよ。ちょっと待ってね。はい、ごはん。はい、はい、外が怖いか。シャン君。少し様子見てもいいけどね。ちょっとだけ思ったのはね、うん、カリカリだけだったけど、うん、カリカリだけだった、ウルトルが入ってたじゃん、うん、その微妙な量でってこと、あの缶半分ずつだし、うん、何の話かと申しますとですね、そんなにひどくはないんですけれども、このところ、カリカリだけにしていたら大丈夫だった、うんちが、少し試しに、ウェットを入れ始めたところ、微妙に緩い感じがあったので、その相性の合わないものを、食べ物を特定するために、今日はまた一旦カリカリにのみに戻しました。ところですね、今ここにカリカリを置きましたが、ここで甘えています。でも食べてほしいんだな、食べていただきたいんですけど、シアン君、はい、よいしょ、はい、じゃあこっちへ入って、はい、ごゆっくり、その
しゅんくんに付き合わされているのはあんずちゃんですが、ダイエットできるよきっとね。